モーニングジャーナルをお聞きの皆さんおはようございます木曜日のこの時間はそう法楽法律事務所の高田弁護士が話題の法律問題と皆さんのお悩みに一等両断する番組です高田弁護士七月に入りましたがよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますおはようございますありがとうございます。木曜日ぐんぐん伸びてますよありがとうございます <laughs> ということでさあ第一週なんですが なんか梅雨なかったみたいですね。そうですね。なんかあの異例の6月に開けてしまって、<ー>もう7月入って暑い毎日ですね。ちなみにあの先生夏は、えっと一応お休みは取っておりまして、はい、ただ全く今未定ですね。お好きですか？夏は大好きです。大好き。もとあの実はプールの関心をしてたりとか、え<っ>ライブバンドをやったりしたので,そんです、それはもう学生時代にアルバイトで、学生時代そうですね。そう ですか。そういうことで弁護士にもなれるということで <laughs> どうでしょうか？<laughs> さあ、はい、1週目ということで、ちょっとお便りがいただいてて、あ,はい、あの溜まってしまいました。ご,ごめんなさいね。皆さん、ここでご紹介をしていきたいと思います。まず、感想の方をね頂戴しているので、里丸さんからいただいております。おはようございます。高田弁護士おはようございます。 里丸水産です <laughs> ということで「カツ丼って本当に出されてたんですね」って突然の内容なんですが「弁護士目線の時事ネタ面白いですためになります」「次回も楽しみにしています」「はい,いちょっとあの7月から8月にかけて手こ入れしていこうと思ってます」ねはい、はい、思ってますんで8月を楽しみにしていただきたいと思いますが、はい、えこれ本当にカツ丼って出るんですか取り調べる時。い今は出,ない出ませんよ、ね、今は 私が聞く限りだとサンドイッチとか<嘘>コッペパンとかそういうレベルらしいですね出るんですか一応出ますねあ、そうなんですか二、はい、時間ドラマちょっと変えないといけませんね <laughs> さあ続いてはヘルシーさんからいただきました高田先生おはようございますちょくちょく聞いていますちょくちょくじゃダメですよねいっぱい聞いてください YouTube でも 聞いてくれてるんだ YouTube ではタイトルに内容を入れてもらえると助かりますということでスタッフよろしくお願いします <laughs> さあ続いてラジオネーム足が学学官学生さんからいただきました通学路に聞いています高田先生へ補借金って返してもらえるんですね趣味で裁判見学しに行きます全然関係ないの か分かりませんが裁判官になるにはどういう試験を受けるんですか弁護士を経て裁判官になるんですか高田先生は何で弁護士になられたんですかって前あの学学君話したんだけど聞いてなかったかな <laughs> あの先生これ裁判官と弁護士って別物いやえー、とまご存知の通りその弁護士になるのは司法試験という試験を受けて、はい 合格しないとなれない試験なんですけれども、はい、実はあの司法試験を受けると3つの行き先がありまして。はい えーとまあ弁護士はもちろんのこと裁判官と検察官というこの3つの職業が選べることにはなりますただあの受かった中で裁判官というのはわずか一握りのいわゆるこう天才といいますか成績優秀者でないとなれないのであの正直に受かった中でも限られた優秀な人がなれるというのが裁判官ですね。なるほど月あたりにちょっと時事ネタで やめ拳とかいろいろあるじゃないですか。ありますね。ドラマが、はい、あの辺のところの行き詰つ、はい、なんか面白そうなんで、二、はい、時間ドラマの見方が変わるかもしれないので、はい、えー、足がガクガク。 官学生さんもしかしたらそういうあの司法試験に向けて頑張ってる人なのかもしれませんね。うん、んねなので8月にちょっと「2時間ドラマ」の見方を <laughs> 勉強しましょうか。<laughs> はい、さあ続いてなんですがはいまあ本当に暑いねワールドカップ。 でまあ、あの放送今日まだ続いてるわけですが決勝戦日本残念ながらね、えー、ベスト16で終わってしまいましたけどいい試合でしたそれに関係してるかどうか分かりませんけれどもおはようございます侍48さんからいただきましたにわかサッカーファンのつぐですということで、はい、先生はサッカーお好きですかそうです、ね、好きですすねね好き昔フランス代表の選手が ヘッドパッドを相手選手に食らわせてましたが、試合中のこうオーダーとかっていうのは障害罪になったりするんですか？うん、弁護士の見解をお願いしますということで、これあの先生前あの日大のね話で、はい、しましたよね。そうですね。あの詳しくは YouTube と見ていただければと思いますあ、そうですそうですそうです。ですはい。あの障害罪にはもちろんなりますね。であの今回の日大タックルでも。ええ えと被害届が出されていて、まあ、警察も動いているという話もありましたけれども、はい、あのたまたまスポーツだからあ、まあ、怪我をさせるということが許されているだけであってやっぱり行き過ぎつまり許されない、うん、そのスポーツの範囲を超えた行為というのは、うん、あの今回ご質問があったように刑事罰が下る可能性もあるというのが現状ででしょうねそうですよねそすサッカーでもあの日本はフェアプレー精神ということで、まあ、イエローカードが少なかったことでね、えー 一応決勝戦に行けたんですけれども残年だったんですねさあ、それではえ最後は先生にちょっとし,しっくりじゃなくてじっくり聞き,聞きたいと思います、えー、迷いの羊さんからいただいております、はい、はい、30歳の男です27歳で結婚をして一緒に生活をしていました半年ほどで子供ができ生まれる前に妻が実家に戻り 産後も自宅に戻らず自分の家に戻ってこないで実家で半年を過ごしましたままあ、たよく実家でねお子さんを産んでしばらくいるっていう方はいらっしゃいますけどその間いろいろありましたが省略します結局自宅に戻らず理由も教えてくれず結局離婚に至りました。 尺なので離婚するなら養育費は払いたくないと思いいろいろ調べた上で合意のもと養育費は払わずに離婚しました子供がいつか助けを求めてきた時のために一般的な養育費分は毎月貯金していますエロイの質問なんですが通常は合意などない場合妻側が養育費を要求してきた場合は妻に問題があった たとしても夫側は結局払う立場になるんでしょうか？そりゃそうだね。これはちょっと私としても先生、はい、この男性結構かわいそうかなと思っちゃうそうですね。なんかよくわけわからず、こう別居にいたり、うん、理由もわからず離婚されたっていう意味ではちょっとかわいそうな方でありますよね。うん、はいま、ちょっと注釈になってるので、どういうことがあったかわからないんですけど、じゃ、はい、結論からいくとそういう場合でも養育費払うんですか？はい そうですねあの結論は払わなければいけないということになります。というのも、はいえっと、そもそもあの養育費の趣旨というのを考えていただければと思うんですが、ええ、あの養育費というのは夫婦が別々な生活を歩むことになったとしても、ええ、本来、夫婦が一緒にいればあい、まあ、維持できただろう生活水準を子どもに対して保障するというのが養育費のシステムなんですね。うん、そうなると ご夫婦がどうかというわけじゃなくてお子さんがいる限りお子さんの生活を維持しなければいけないという性質のものですからあのご夫婦が何か非常にいがみ合ったとしてもあくまで例えばその親権を取ったお母さんが子どもの代理人として養育費を請求するようなものになりますからお子さただそのやっぱりいがみ合って離婚した場合にはその本当に自分が払った養育費が お子さなのでそれは例えば調停というような手続きの中であの払うは払うけれどもちゃんとお子さんに使うということを約束してほしいとかそういう約束を取り付けることはもちろんできますので、まあ、ただただ払うというのがなかなか納得いかないということであれば今度は話し合いで終わらせるんじゃなくて調停という裁判所を入れてしっかり決めた方がいいのかなとは思いますね。うん、あの30歳の男さんあのもしよかかったらら回目無料ですから 高田弁護士に相談してみてはいかがかなというふうに思います。さあ、法楽法律事務所というふうになりました。先生、移転の場所、住所お願いします。はい、えー、住所を申し上げます。えー、郵便番号一ゼロ一ゼロゼロ五一東京都千代田区神田神保町二の二十の十三 Y.S. コーラルビル三階です。はい。はい、電話番号などは変わっておりませんので、はい、よろしくお願いします。はい、無料相談会ですね。はい。 そうですね。えっ、ー、とまた無料相談会ありますのでぜひいらっしゃっていただければと思います。はい。七、はい、月は近々はないと。えっとそうですね。あのまたあ何かありましたら事務所の方でもいいですし、はい、ご相談いただければはい対応させていただきます。はい、えー、このように、えー、法楽法律事務所の方では皆さんの相談高田弁護士が無料で 一回目ねご相談に応じますのでぜひそういうケースもありますからご相談いただきたいと思いますさあそれではですねまた来週もよろしくお願いいたします先生声ちょっと変だけどあそうですねはい風邪でやられてしまいましたお気をつけくださいませ、はい、それではまた来週ありがとうございます